皆さんこんにちは。ギャラクシティで工作やマルチ体験ドームで星空の解説をしている工作おじさんです。今日は皆さんと一緒に工作をしていきますよ。これから何を作っていくんでしょうか。楽しみですね。おじさんも楽しみです。今日するのはこちら紙コップけん玉の工作です。こちらの紙コップの中にこの玉が入るわけですね。さあそれでは用意する、まずは材料をご案内します。紙コップが2つ、タコ糸、そしてね、新聞紙か、またはこんな紙でも構いません。さらに道具としてハサミ、ビニールテープ、さらにペンですね。こんなね、いろいろとカラフルなペンを用意しましょう。まずはこちらの紙コップ、そしてタコ糸、これくっつけていきます。どうやってくっつけていくのか、その前にタコ糸がだいたいこれぐらいの長さかな。糸を切っていきます。チョキン、あ、切れました。これをね、ここに貼っていきます。この部分をここにくっつけちゃいます。綺麗に貼りましたね。そして上からこれを押さえて、今度はね、ビニールテープで、ぐるぐる巻きにしていきますよ。ぐるぐる巻きにしていきます。こんな感じ。紙コップぐるぐる回していると簡単にくっついちゃうよ。誰でもできるね。そしてこれで完成。今度はこの先にけん玉の玉を作っていきます。今日はこのちらの白い紙を使いますが、くしゃくしゃーとこうやってまん丸くしていきましょうね。その先にこの玉をつけて、ビニールテープでくっつけて、さらにこの紙をまん丸く、できればなるべくビニールテープで紙がわからなくなるぐらいこれずっと回してつけていきます。もっともっとやっていくうちに綺麗な丸にだんだんなっていきますよ。押さえながら押さえながら、これがコツ。ちっちゃくなると力が生まれてくるみたい。飛びやすくなるんですね。早速形が出来上がりました。でもちょっとやっぱり絵が欲しいかな。くる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 、こんなもの描いてます。ぴょん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 、茎があってね、こんな感じで、おろ、もうできちゃう。これブーラブーラさせながらポイと入ったら成功。こうなります。ぜひこの紙コップけん玉作ってみてください。はい、みんな楽しんでくれたかな。おじさんも工作をしながら楽しんじゃいましたよ。まだ他に3つ工作を紹介しています。ぜひそちらの方も見に来てください。